お疲れ様です。今回はですね、個性ということについてお話ししようかと思います。私が10代の頃、個性っていうのは他の人と違う格好をして違うことをすればそうなると思ってましたし、あとはね、行き当たりばったりでやることが個性だと思ってました。下手に小細工をしたり、台本を書いたり、試験の直前に一夜漬けの勉強したりすると普段の自分が出なくなると思ったんですよね。いや、しかしね、ずっとね、こうやって世の中をぐるっと見てみますと、個性ってのはそんなところにないってことが分かりました。個性ってのは基本を徹底的に繰り返して繰り返して繰り返して、それこそ他の人と同じことを徹底して凡事徹底して突き詰めて突き詰めて突き詰めて、それでも人と違う側面がにじみ出るのが個性だってことなんですよ。で、私ズーム対談をするときにね、必ず台本を書くんですよ。それは対談する相手の方の個性を最大限引き出すための、その下地作りなんですよね。行き当たりばったりで、私が多分 Q&A の質問をしたときに相手の方が答えられなかったり、答えに詰まったり、言葉が濁ったりとかすると、そういう個性ってのはプラスに絶対ならないんですよね。ですんで、事前にいろいろと準備をしてもらう、つまり試験勉強をしてもらうようなもんですよね。で、その試験勉強ってのもやっぱビジネスに通じないといけないので、対談相手が、まあ、人気が出るように、その人が視聴者さんに印象に残るように仕込んでるわけなんですよ。で、小細工をしないのが個性っていうふうにね、捉えちゃうこともあると思いますけども、やっぱりね、自分の何もしていない行き当たりばったり、全身全霊の姿が個性だと思う気持ちはわかりますけども、それはね、非常にまずいなと思ってます。つまり、仕掛けなしで金持ちになったり、ビジネスがうまくいってるんだったら、それはいいわけですよ。そのまんま、何の小細工もせずに、台本も書かずに、地図も書かずにやればいいんですよ。でも大抵の人は、地図がないまま旅に出ると、遭難するんですよね。で、多くの人が大体そうします。遭難してしまうんですよ。ビジネスって戦略的に攻めるものですから、どうやったら視聴者さんが自分の求めていた結論に結びついてくれるかってことを緻密に計算しなくちゃいけないんですよね。で、ビジネスの経験、特に成功経験が積み重なっていくと、それはもうアドリブで自然と結果を結びつくために誘導できるわけなんですけども、まあ、そもそもお金が稼いでない人がね、お金を稼ぐのがダメな人が何もせずに個性を大事にするって言っても、そのお金の稼げない個性が出るだけなんですよ。で、私の友人で小野田さんって方がいらっしゃるんですけども、ライブ放送とかね、それから無料動画をたくさんしてます。もう台本なんて何もありません。でも必ず最後にやることがあります。それは何かというと、 LINE への誘導なんですよね。で、無料動画だってね、ただやってるわけではないんですよ。何がしかの目的を持ってやってるんですよね。その無料動画の中で視聴者さんに気づきとかお得なメッセージとか、こうなったらダメですよっていう風なアドバイスを必ず一つか二つ盛り込んでるんですよね。そして確かになと思った瞬間にこういう風なオチが来るわけですよ。私は副業10年以上やってますと。他にももっともっとお得なこととか大切なことをお知らせいたしますので、ぜひ LINE に登録しておいてくださいと。ね、LINE に登録すると、そこでは、H2 クラブのお知らせとかね、その他、本当にお得な情報がやってくるわけですけども、まあ、つまりそこではね、セールスがあるわけですよ。無料動画では売り込みはありません。でも、LINE に登録すると、何がしかの視聴者さんにアクションを起こさせるための、そういったちょっと強い仕掛けがあるわけですよね。そうやって売り上げに結びつけていく、もしくは何がしかのコミュニティ、どこどこに集まりましょうみたいな呼びかけにつながっていくわけですよね。で、なんでこういう方式を取るかっていうと、人っていうのはね、動機に対して一つの勇気を必要とするわけですよ。例えば LINE に登録するっていうのは一つの勇気です。小野田さんの動画を見た人の全員が LINE 登録するわけではありません。
でも行動する動機を強く持った人は勇気を持って自分の大切なメールアドレスなり LINE の ID を預けるわけですよ。つまり登録するんですね。で、そうやって行動動機がしっかりとある人っていうのは LINE に登録した後も LINE から流れてくる情報をつぶさに見る可能性、もしくは実行する可能性があるわけですよ。そうやってふるいにかけてるわけですよね。これはビジネスの基本であり、ビジネスがうまくいく人はみんなやってることです。私もメールマガジンに登録を促してます。そしてメールマガジンの中でセールスがあるわけなんですよ。で、こういうふうにね、まあ、ビジネスに長けてない人ってのはただ対談をする、ただ動画を発信するで終わっちゃうんですよ。そこでは行動動機の強い人が見つからないんですよね。ただ視聴者数が何十何百何千と出るだけなんですよ。で、その数字を分析する力もないんですよね。で、数字を分析した後、追い打ちでどんな動画を撮ればいいのかもわかんない。つまり何をすればいいかわかんない状態で自分の力を頼ってるわけですよね。基本的には何かことを起こすとき、例えば対談するときでも、どんな質問をしてどんな答えを出すのかってことを事前に緻密に書いて、それこそドラマの台本で、ここが泣き場なんだよとかね、ここで CM 入るよと、ここで来週に続くんだよっていうふうに、どんな強力なコンテンツもやってるわけですよ。特にプロがやるコンテンツは、すべてそういった筋書きと視聴者さんをどちらかの方向へ誘導させるために緻密に計算してるんですよね。で、それをしない段階でもうビジネスで勝ちようがないんですよ。たまに売り上げが上がりますけども、そういった奇跡とか偶然ってのに頼ってるようではやっぱり思った結果は出ません。今月は100万稼ぐと思ったら、1ヶ月以内に100万円をどのタイミングで売り上げるかっていう、そういうプロセスがね、必要になってくる。台本が必要になってくるんですよ。で、稼ぎもしない人が台本すら書かない、仕込みすらしない、演出すら用いない、これでは絶対に稼ぎません。私たちプロはいろいろなことを考えてちゃんと仕込むわけなんですよ。仕掛けるわけなんですよ。そして対談をする場合、誰が対談相手でも少なくとも自分には利益があるようにちゃんと作るわけですよ。プラス対談相手にもっと利益が出るようにやります。対談相手が利益を取ることをね、一しても、うまくいかなくても、少なくとも自分のプラスになるようには立ち振る舞うわけですよ。限られた時間と自分の能力の中で無駄打ちは一回もできないわけですよね。やる以上には成功させる、それがまあプロが生き残るための唯一の方法だからですよ。うまくいかなくてもいいや、とりあえずやってみて何かあるかもね。これがギャンブルや宝くじの発想なんですよね。まあ、つまりうまくいかないってことになります。ですんで、何かことを起こすまでには必ず筋道を立てて計画をして、これでうまくいくだろうかどうだろうかっていうふうなコンサルを受けて、そしてことに臨む、これを繰り返すことなんですよ。そのうち行き当たりばったりでもいつでも売り上げが上がるようなね、そんなベテランになります。しかしそれには10年ぐらいかかるんじゃないかなと思いますけどもね。一部の天才はすぐに結果を出すための行動ができますけども、あくまでも一部の天才だけです。自分が天才なのか平凡な人なのか平凡以下なのか、そして個性を語るにはまだまだ先のことなのか、見極めていかなくちゃいけませんね。で、最後にね、こういうエピソードがあります。みんなと同じなんか個性じゃないよね、どう思います？冒頭にもお話しました、みんなと同じことをやってるのににじみ出るのが個性だよっていう。例えば私の少年時代には王長嶋というね、とっても個性的な野球の選手がいました。同じルール、同じグラウンド、みんなと同じユニフォームを着て同じ競技をやっています。なのになんで大谷長嶋は個性的な振る舞いができたんでしょうか、ね、まあもちろん
ファインプレーをしたり、ホームランを打ったり、それが個性につながるんでしょうけども、言ってみれば、みんなが動画をやります。みんながブログをやります。みんながライブ放送をやります。なのに、ホームランは一部の人しかしません。同じライブ放送をするにしても、ホームランが出るように、ライブ放送の前に、素振り、シートノックを他の人以上にやるから、同じルール、同じグラウンド、同じユニフォームを着ていても、個性が残せる人と、自分の個性が認められずに埋もれていく人がいるんではなかろうかと思いますけどもね。参考になれば幸いでございます。それじゃあ。